はい、それではベートーベン交響曲第9番第4楽章11回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、595小節目からの解説となります。はい、ここからアンダンテマエストーソと、2分の3拍子と、ゆっくりしたテンポになりまして、ここから男性合唱がユニゾンで入る、部分からの解説となります。はい、でまず、ベースはその1拍前から始まるんですけれども、最初の芸はここが開放の芸は使わずに低線で押さえていただいて、必ずこれは最初はこちらの低、線で取るようにしてください。今は4で押さえていますけれども、まあ、2で取っていただいても構いません。最後も今弾きました D はもう開放で取っていただいて、開放で取っている間にポジションを第4ポジションに移しまして、ここからこのような形となります。で今、最後のハを、ゲーセンで取ったんですけれども、こちらでもう第4ポジションでまとめて取るという方法もあるんですけれども、そうすると今度は次の、正の、取り方がちょっと、複雑になってしまいまして、次の正がどっちにしろ、ゲーセンで取る形となるので、この移動が必然ので、ここはこちらでもうゲーセン1本で取っていただきたいと思います。でそのままその次の杖をそのままもうまとめて取ることができます。はい、で今第2第3の中間ポジションで、1と2で取ってますけれども、あるいは第2ポジションでこちらで取っていただいても構いません。でそのままで終わる形となります。はい、そして、その次ですね、今度は603小節目からになるんですけれども、ここは2拍目から入ります。でその1拍前の休止で、女性合唱ソプラノとアルトが入ることになります。でそこを目中心にすると、さらに入りやすくなってくると思います。はい、で、ここからは、基本的には、母音は弓順になるんですけれども、最初は、ダウンかアップどっちで入るか、これもさまざまな考え方があるんですけれども、そのまま弓順で考えます と、ずっといきまして610小節目の最後の D がダウンで終わりたいので、そこから逆算していく形でそのまま、最初は、アップ入りという形になります。でポジションは最初はもう最初の D はもう開放で取っていただいて構いません。今もうほとんど バッと弾きましたけれども、基本はその一つのこのフレーズ、スラーでつながっているフレーズを同じポジションで取るということを意識していただくと相当弾きやすくなると思います。はい、で今606小節目の、2拍目のゲーアーゲーのフレーズを今第3ポジションで弾いたんですけども、ここはできるだけこちらで D 線を使って押さえていただきたいと思います。そしてそのままで終わる形となります。はい、で最後の今、弾きました610小節目のその1拍前の、チェーンのオクターブがあったんですけれども、ここは、基本は、第2ポジションでまとめて取るんですけれども、ここをこの場合はちょっと例外でこちらで取ってしまうとそのまま44っていうふうでちょっと次の D の跳躍が取りづらくなってしまいますので、ここは11という形で言っていただいて、こちらで取っていただくと取りやすくなります。はい、そして611小節目から再び、男性合唱がユニゾンで入る部分になっていきます。で、ここは今、その前の D がダウンで終わったんですけど、もう一度ここはまたダウンで弾き直して、でもうここはもう当然第3ポジションですね。そしてそのまま第5ポジションで、そしてそのまま、今、最後の F が
ダウンで終わったんですけど、もう一度ここもダウンで弾き直して、でここは第3ポジションでまとめて取ることができます。はい、そしてそのまま617小節目のこの7トン跳躍をそのまま第5ポジションで、で最後は8では第4ポジションで終わるという形となります。はい、ここまでよろしいでしょうか。そして、619小節目から再び、女性合唱も入って、今度は全員での合唱の部分になるんですけれども、で、ここの、ボーイングも、楽譜上はずっともう一つのスラーという形で、繋がってるんですけれども、まずここは最初の F、ここをダウンで入りまして、あとはそのまま、ここの次のから、次の GAF という形から返していただいて、基本はこの形ですね。この形が、で、あとボイは返していただいて問題ないと思います。はい、で、この部分は、出版社の楽譜によって、スラーの かかっている位置が若干違う部分があるんですけれども、基本は今のようなボイングで取っていただいて問題ないと思います。はい、基本はもう、ベーとセイ の、フレーズがずっと続くんですけれども、そこからまた623小節目から今度はオクターブの、関係になりまして、ここはもう、ここも、再出する。で、ここはベーからこの、オクターブのその次のセイはここは11という形で取っていただいて、そのままあとは第2ポジションで、取るという形となります。はい、で、そしてその取り方は625小節目の、一拍前に出てくるんですけれども、ここの C からの今度の D に上がる第3ポジションの移動がありますので、ここはもう11というふうにこの C のオクターブを取っていただいて、次の第3ポジションで、それ以降を取るという形となります。はい、そしてあとはまだ音域がまた高くなっていくんですけども、ここは F は第5ポジションで、最後の626小節目のこの、ゲートアは第7ポジションで、取っていただくという形となります。で、2オクターブ下に下がったゲーは最後はアップで終わる、ピアノで終わるという形となります。はい、そして、その後ですね、アダージョになって、ちょっと若干遅くなる、可能性もありますけれども、指揮者によっては、そのままほとんど、最初のテンポと変わらずに、ここを、そのままのテンポで振るというか指揮者もいますので、そこはもう臨機応変に対応していただけたらと思います。はい、そしてベースはここから20小節間休みがありますので、非常にガイドでチェロのパートが書いてあるんですけれども、一番前分かりやすいのはもう合唱団がSドアのコラールをフォルティッシモで伸ばしているという部分にはなりますので、そこを目印に入っていただいても分かりやすいと思います。はい、でベースが入ってくるのは647小節目になります。はい、で、ここはもうそのまま、ポジションはもう第4ポジションで、取っていただくという形となります。で、ピアニッシモなので、もう本当にうっすらとした形で、もうなるべく、ビブラートは、ほんのわずかでもう問題ないと思います。で、ずっと同じ弦が伸ばしていきますの で、次の、648小節目の、3拍目の A でまた返す弓を返すところがあるんですけれども、その一拍前でオーボエが入ってきますので、そこを目印にすると分かりやすいと思います。はい、そして、650小節目以降の今度、16分布のこのアーの刻みなんですけれども、ここは2通りの方法がありまして、チューニングで使っているこのフラジオレットのアーという取る方法と、もう一つは、このフラジオで取りたくないという方は、第7ポジションを使っていただいて、第7ポジションを使ってもう押さえて、取るという方法もあります。ただこちらの、音域になりますと、かなり固めの音色になってしまいますし、なるべくこちらで取る場合はなるべく少し柔らかい感じの音色で弾いていただけたらと思います。あまりこの音色が好きでない方は、先ほど1回目に弾きましたこちらでフラジオレットで取っていただいても問題ないと思います。はい、で、一番最後の小節ですね、654小節目から、
の一番最後の音であのフェルマータで、伸ばすという形となります。でここで注意していただきたいのはこの、弓の引く位置なんですけれども、あのここは必ず、まあ、の根元より先、まあ、弓先で必ず引いていただきたいと思います。そうしないと根元で引いてしまいますと最後がどうしてもアップで割る形となりますので、もう明らかにもう弓の量がもう足りなくなってきてしまいますので、ここは必ず弓から、真ん中から先、弓先で引いていただきたいと思います。はい、今日はここまでとさせていただきます。はい、で先ほどの冒頭 の男性合唱の部分は、まあ、基本はまあ男性合唱と同じ、パターン、パートを演奏することになるんですけれども、まあ、ここはまあまあ、ベースは基本的には、まあ、歌うっていうよりも基本は男性合唱の伴奏という形で、もう正確な音程を男性合唱の方に提供してあげるっていうふうに意識していただくと、相当、音程も合うと思いますので、それを意識してやっていただけたらと思います。はい、第4楽章11回目の解説は以上になります。ではまた次回。チャンネル登録お願いします。